大桟橋国際客船ターミナルから見た横浜ん、塔。左がキング、中央鉄塔下がジャック、右がクイーン横浜ん塔は神奈川県横浜市中区の館内地区にある塔を持つ3つの建物の愛称である。キングの塔、クイーンの塔、ジャックの塔は地元では横浜3塔と呼ばれ、横浜港のシンボルとして長年市民に親しまれている。 都市開発が進んだことによって、周りにビルが立ち目立ちにくくなってしまったが、立った当時は他に目立つものはなく、横浜港に入港してくる船の目印になっていた。また、キングの塔には、横浜港の守り神である、伊勢山港大寺院宮の分霊が祀られていた。これらの塔の愛称は、入港する船の外国人船員たちが、トランプのカードに例えて名付けたと言われている。また、 港未来地区の都市計画にも、ジャックモール、クイーン軸、キング軸と、これらの名前が使われているを参照。現在では、この3等を同時に見ることのできるスポットをすべて、回ると願いが叶うという都市伝説があり、これを、横浜3等物語という。また、横浜観光コンベンションビューローは2007年から、毎年3月10日を3等との語呂合わせで、 横浜三島の日と決めて様々なイベントを開催している。三島を同時に見られる場所はいずれも、港未来線日本大通り駅から徒歩10分以内の場所にあり、現地には目印も設けられているので、訪れることは比較的容易である。三島の建物同士も半径100メートルの範囲内に近接して立っている。エースのドーム。 神奈川県立歴史博物館休館を加えて横浜4等とする場合もある。ありがとうございます。